どうぞ。はい、ありがとうございます。今月2日、イオンモール高知のフードコートにオープンしたのは鍋焼きラーメン店、谷口食堂です。今日はオープニングセレモニーが行われ、佐紀市の楠瀬市長や新庄君らが駆けつけ、オープンを祝いました。佐紀名物鍋焼きラーメンの味を引き継ぐ谷口食堂は、2016年に高知市大手筋にオープン。これが2店舗目になります。暑い夏に食べる鍋焼きラーメンのお味は？スープは醤油ベースなのであっさりしているんですが、鶏の旨味がとても効いていて美味しいです。卵と絡めるとご飯も進みそうです。暑いって美味しいね。鍋焼きラーメン大好き。イオンモール高知のフードコートには高知の店が3店舗ありますが、そのうちショップ竹崎と今回オープンした谷口食堂の2店舗が佐紀名物の店です。谷口食堂をイオン関係者に勧めたショップ竹崎の竹崎社長には、共に佐紀を盛り上げたいという思いがあったといいます。はい、いらっしゃいませ。いかがでしょうか。佐紀のソウルフードの鍋焼きラーメンがですね、このイオンで食べていただけるというのは、まあ、素晴らしいことでございますので、もっともっと皆さんに食べて知ってほしいですね。はい。今年市政70周年を迎える佐紀市の魅力を発信していこうという思いも谷口食堂には込められています。